皆さんこんにちは、真空管アンプビルダーのジェンチです。今日はですね、アンプを作る時の、外観の整え方について、少しね、お話をしたいなと思います。今これ作ってるアンプは、UX の 71A という真空管を使ったアンプなんですけども、ちょっとですね、見ていただくと分かるんですけど、ソケットですね。ここのソケットのところです。この高さね、これをちょっと見ていただきたいんですけども、ソケットをこのままつけようとするとこういう感じです。ちょっと動画では映りが悪いかもしれないんですけども、高さがですね、飛び出してるのが分かると思うんです。これをやはりつらい位置に合わせた方がまあ綺麗にできるんじゃないかということで、実際どういうふうに合わせていくかっていうのをね、話したいなと思います。で、僕が使っているのはこういうですね、ワッシャーですね。こういうものを使って合わせてます。これは今ちょっと大きいやつですけども、分かりやすいので大きいの持ってきましたけども、実際ですね、僕が買っているのはこのウィルコっていう会社から購入しているんですけども、1個からことができるんですが、1個からちょっと高いんですけどね、こういう形でいろいろな長さのものを売っています。スペーサーですね、バッシャーじゃなくてスペーサーという名前ですけども売っています。でこれを、自分で選んで買うという形ですね。でどういうふうに高さを選んだらいいかっていうのは、ノギスをね、お持ちであれば、ノギスを使うとすごくやりやすいです。こうして、裏から当てた状態で、飛び出ているところを、ノギスを使って、測ればいいんですね。何ミリ飛び出てるか。この組み合わせの場合は3ミリですね。で、これが当然、この板厚が、もうちょっと厚ければこの3ミリっていうのも小さくなってくるという形にはなってくると思います。まあそんなにですね、高いものではないので、僕の場合は今回は2ミリから3ミリまで、2と 2.5 と3っていう3種類をちょっと注文して、自分の今回の組み合わせで合うもの、それから、全く面にしないであえてちょっとだけ高く、こっちの方がソケットの方が高くなるように今回はしてみました。それがね、どっちの方が好みに合うかっていうのはもちろん人によってあると思うんですけども、こういうものを使うことで、この既製のね部品を使っても比較的こう綺麗に仕上げられることができるんで、もしこういうことをね、どうやってやってるんだろうってことでお困りの方いたら、これをね、参考にしていただいたらいいかなと思います。ちなみにもう一回、名前を言うと、購入しているのはこのウィルコっていう会社から僕は購入してます。で、ホームページには、僕はこの、なんていう材料だったかな、ちょっと忘れてしまったんですけども、スペーサーですね、エンジニアプラスチックのスペーサーを買っているんですけども、金属のものもあります。それは、皆さんのね、お好きな方を使ったらいいんじゃないかなと思います。もしかしたら、そのソケットですね。このソケットのここの部分ですね。この金属の部分を同じように、シャーシと同デイにしたいっていう場合は、金属製のものを買われたらいいですし、シャーシ、こことシャーシが別に離れても問題がないということであれば、こういったものを使ってもいいかと思います。で僕はどっちかというとこういうプラスチック系の方が好きです。っていうのも、ギュッて締めた時に、金属のものよりも、こう、なんていうんですかね、反発力みたいなのがあって、そういうのがちょっと、ネジにこう、常にこう、力を加えている感じがあるので、緩みにくくなるっていう効果もあるので、好きでこういうものを選んでいます。今日はね、ちょっと短めの動画だったんですけども、こういう形で、少し、アンプの見た目をね、整える時のアイディアとして何かお伝えできればなと思って、動画を撮ってみました。もし、よろしければ、いいねとか、チャンネルの登録、よろしくお願いいたします。それでは、さよなら。